総合型地域スポーツクラブ白鳥健康教室主催のロビーコンサートが7月10日ココランドで開かれました。同教室のコーラス部で講師を務めるのだ吉江さんと藤井麻子さん、野田さんに師事する山下裕貴さんの3人がピアノを演奏しました。部員による合唱もあり、集まった約90人が時間を忘れて聞き入っていました。今回で6回目の開催です。野田さんと山下さんが連弾であいみょんの愛の花など5曲を演奏しました。途中、楽器にまつわるクイズもあり、カスタネットは日本発祥の楽器かなど、観客は楽しみながら回答していました。楽器である、丸か、バツか。バツ、いや、日本ではない。日本で生まれたんではない。はい。皆さん、手を挙げられましたか、ちゃんと。じゃーん。バツが正解でした。正解だった方。カスタネットはスペイン発祥ですから、カスタネットという楽器の名前はスペイン語の何かからできています。1、クリ、2、貝、3、葉っぱ。では正解です。じゃん。終盤には部員25人がふるさとは今も変わらず海その愛の2曲を合唱し、月1回の練習の成果を披露しました。